つもお話し会とかも自撮りするとき外画面でね撮ってたりすることが多いんですけど、うちはよくこの鏡を用意するじゃないですか。やっぱ外カメの方がすごく映りがいいんですね。だから携帯をすごい今あららら今映っちゃうからあれなんですけど、携帯をなんかこういう風にして鏡を持ってなんか自分が今どこにいるんだろうっていうのを鏡で見てで 目をそのうちあのグリッド線ついてるからこうちょっと鏡をずらして自分がちゃんと真ん中にいるかを確認してレンズを見て、ってやります。でするとすごくいい感じの、あー ちょっとずれちゃったけど画角がこんな感じになります。そうね、やっぱ外カメで撮った方が、でも内カメも画質いい時は画質いいんですけど、やっぱ外カメと内カメで明るさって結構変わるんですよ。だから鏡をこう自分で大きい鏡とか持って、その携帯をこっちで準備してこうしてちょっと鏡をずらしていい感じにこの辺かなっていう、この辺ってやる。指はあのうち画面タッチで撮れるようになってるんですよ。あ、ほら、さっきの画像がこれで、次が、あ、もう服ですね、自分の今の今着てる服が映っちゃった。これこっち、これがさっきで、これが今のあのこのベルトですね。ベルトが映っちゃったさっき画角ミスっちゃった。こんな感じで撮れます